私小熊と北村シャイン山本さんがご褒美をかけて5番勝負。ファーストラウンドは iPhone 11 Pro 対決。海にいるような写真を撮ったのは、私が見事勝利。山本さんいきなり負けましたから。みんなすいません。ちょっと頑張ります。第2ラウンドは、はい、キャノン EOS R を使って町田のクラゲを撮影してもらって、はい、いいですよね。暗いですから ね、そうなんです、はい、この暗さが結構難しい。映ってますっていうぐらい暗いですよね。暗いですよね、大丈夫なんですか。この EOS の R っていうのはすごく暗いとこでもピントが合いやすい。ただピントは合いやすいんですけども、当然やっぱりねシャッタースピードっていうのは暗いと、どんどん遅くなっちゃうので、そこは気をつけてちょっと感度設定を上げてみたりとかして撮ってみてください。ただ本当にオートフォーカスはしっかり合うと思いますので。水族館って基本的にフラッシュ禁止ですよね。そうですね、こういう状況なので基本的にフラッシュはダメです、はい、暗いなって感じなんですけど。いやそうなんですよね、この暗さと独特の動きがちゃんと捉えられるかなっていう心配はありますよね。すごく暗いところでカメラ任せで基本的にピントは合うんですけど、そこ以外の部分はやっぱり自分なりに撮らなければいけないので、そこをちょっとしっかり出して撮っていこうかなと思います。よーいスタート。はい、お願いします。頑張ってください。頑張ります。どうしよう。じゃあまずちょっともう近いところからでしょう。これはつけるっていうのが、あ、すごい綺麗。やっぱこの触手がねかっこいいから。おあ、綺麗。めちゃくちゃ綺麗に撮れますね、これ。クラゲだけアップで撮るよりもその暗い雰囲気もちょっと出そうかなと思って撮ってるんで、例えばこれ見せれるか、こういう風な結構風に世界観出して周りは真っ暗みたいなものをちょっと。クラゲって結構白いんでね、ピントがなかなか合いにくいんですけど、この辺結構暗いモデルでもサクサクサクとピントが合うんで、やっぱ使いやすいですね。ピントがすごい合いやすいですね、画面タッチするだけで。水が流れてるように撮りながら、あの上のやつをちょっとぼやかせて撮れると、あ、いい感じですね。小熊が一気に王手をかけるのか、山本さんが巻き返しを図るのか、次回結果発表です。